じゃ、いただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。おばちゃん、アイス。おや、おはよう、ひかりちゃん。うちにもよ、男のガキばっかじゃなくて女の子がいたらいいと思わねえか。なんでひかりを見てそういうこと言うわけ。だってこいつ猫飼ってんだよ。それを言うなら猫しかってるだろ。それを言うなら猫をかぶるでしょ。あれ、おばちゃん、ひかりちゃんに失礼なこと言っちゃった。おはようございます。あれ、どうしたの。うちの妹、ひかりって言うんだ。よろしくね。うん、知ってるよ。もう何度かお話ししたもん。なんだ、そうなの。私、男の子って大っ嫌いなんだ。え？なんで？だって、ここんちの男の子、いっつもひかりに意地悪ばっかしてくんだよ。しげるくんなんか、私の上履き隠したりするんだもん。そうなんだ。あれ？でも、しげるくんはそんなにやんちゃ坊主じゃないと思うけど、なんでひかりにそんなことするんだろう。わかんないよ。とにかくひかり、もううちの方に帰るね。あら、あら、すぐにへそ曲げちゃうんだから。さてと、ねえ、またお姉ちゃんと海探検でもしようか。うん、行く行く。じゃあ、とりあえずこっちにまっすぐ行くと北門とお地蔵様があるから、その前で待ってるね。そうそう、あんまり寄り道すると時間が足りなくなっちゃうからね。お兄ちゃん、いつから船のお仕事やってるの？もう14年くらい前からかな。じゃあ僕が生まれる前だね。うん、でも14年なんてあっという間だったな。
おい、ボクシャー、もうここの港で泳いだかい？ここにはボラがたくさんいるんだけど、当たりが弱いから釣るなら脈釣りがいいんだぜ。脈釣りってのは浮きも何にもつけない一番シンプルな方法さ。餌は？本当はエビが一番釣れるんだけど、人間様が食べるものをわざわざ使う必要はねえよ。あれ？やった！砂糖水ぬるおっと。こんにちは。あれ、お兄ちゃん、ボクくん来たよ。よっ、何してるの？今日の獲物をチェックしてるのさ。獲物？コンクリの蓋を開けてザリガニを取るんだ。へへ、こうやるのさ。チェッ、今日は来てないみたいだな。いつもここにザリガニがいるの？うん、こんなとこでも結構いるんだ。他の場所でもとにかく蓋をめくってみることだね。ねえ、そこの家って？ああ、それは大人が廃屋って言ってるやつなんだ。そこの家、以前はおばあちゃんが住んでたんだけど、いつの間にかいなくなっちゃったんだよ。誰も住んでないのに毎日新しい猫の餌が置かれてるんだぜ。僕ちょっと怖いよ。やった！やった！このお地蔵様、光はおみくじ地蔵って呼んでるんだ。おみくじ地蔵？なんでおみくじなのかな？さ、なぜでしょう。本人に聞いてみたらいいかもね。
やっぱり森の近くに来ると空気がしっとりしてて美味しいな。そうかな。キノコみたいなカビ臭い匂いもするけど。ね、お墓の3秒ルールって知ってる？え、どういうこと？この石段の上にお墓があるの。だからこの広場は息を止めて3秒以内で駆け抜けなくちゃいけないんだ。へえ、そうなんだ。うん。じゃあ息を吸って。行くぞお姉ちゃん、本気で走ったの久しぶりだったよ。なんだ、今のはかけっこだったんだ。じゃあ僕だって負けないよ。あ、こらこら、そっちはダメだって。ねえ、止まって止まって、そっちは嫌だってば。誰もいないのかな。どうしたの？実はね、ここ私の幼馴染の家なの。そうなんだ。今はもう全く付き合いがないんだけど、私が小学校に上がるまではほとんど毎日一緒に遊んでたんだ。あれ？ここのうちの子は一緒に小学校に上がらなかったの？うん、学年が一つ違ったの。そのことに入学直前まで誰も気がつかなかったから、分かった時はお互いびっくりしたんだよね。悲しいことに、こっちは一緒に小学校に上がるんだと思っててさ。あっちは二人とも次の年だと思ってたんだ。ちびすけ、三毛猫、泣いた、笑った、ララララララ、ララララララ、いつも一人、ひだまり、三毛猫、友達できた、ララララララ、ララララララ、楽しいな。じゃーん！運命のいたずらというか、私たちが男の子と女の子だったからかもしれないけど、私の入学以来その子とは随分疎遠になっちゃったんだ。へえ、そうなんだ。ねえ、今の歌何？え？これはね、私中学で演劇部だったの。今のは舞台用に私が作ったフランス民謡の替え歌なんだ。お姉ちゃんこう見えても一応部長さんだったんだから。へえ、すごいんだね、お姉ちゃん。ねえ、続きはあるの？今の歌に？あるようなないような。このあと夕方になってどんどん暗くなって、気がつくともう周りには誰もいなくてさ、結局猫はまた一人ぼっちになっちゃうんだ。というところまで作って。作って？なんだかどーんと寂しすぎるから作るのやめちゃった。まあ言うなれば永遠のお蔵入りってわけ。そうなんだ。ちょっと悲しい歌なんだね。うん。さてと、そろそろ戻らないとヨウくん帰ってきちゃうかも。ヨウくん？そう、ここの家の私と一つ違いの中学生の名前なの。それが幼馴染のヨウくんってわけ。それにしても、あの子の機械いじりもかなり本格的になってきたな。じゃあお姉ちゃんは話題の主が帰ってくる前にお地蔵様まで戻ってるからね。
れ、誰かいるよ。写真撮るよ。いつもよりいい顔してね。はい、チーズ。写真楽しみにしててね。ねえ、今の人誰？民宿のお客さんだよ。へえ、そうなの。それにしてもボクくん、今日は楽しかったね。うん、僕も楽しかった。じゃあまた時間ができたらお姉ちゃんの家にも遊びに来てね。分かったよ姉ちゃん。じゃあね。うん、さようならボクくん。あ、3秒ルール忘れてた。はい、こんにちは。ねえ、お兄さんは何をしている人なの？ね、サイモンは夕日の写真を撮ってる人なんだ。カメラマンなの？うん、写真家。そこにある本を見てごらん。それが私が撮った写真を載せてくれる本なんだ。へえ、そうなんだ。私はここの夕日がとってでも気に入ったから、梅雨が明けてからずっとここで夕日を撮り続けてるんだ。いつまで？夕日が海に入っていくときにジュッと音がするでしょ。水に熱いものが触ったから？そうそう、あの音が写真から聞こえてくるまで頑張ろうと思ってる。でも本当はね、私はここが好きだし、ここの人も気に入ったから、しばらくずっとここにいたいと思ってるんだ。おばちゃん、天花粉ってなんで天花粉って言うの？確か黄色いカラスウリのことを天花って言うのよ。昔はカラスウリの根を粉にして使っていたから天花粉。わかった？砂糖水塗ろうっと。あれ？見つけた。
なのよ。あのね、僕くん、君、今みたいに勝手に秘密基地に入ってきていいと思ってる？え？どういうこと？本当はダメなの？じゃあ、虫相撲で俺のクイーンカブトを倒せたら正式に俺たちの仲間として認めてやるぜ。それまでは見習い扱いだ。そういうこと。そうなんだ。でも僕がそのクイーンに勝てたら、この上の展望台に上がってもいいのかな？もちろん。ま、クイーンカブトは僕ちゃんがある程度強くなってきたら出してやっから、期待して待ってな。まず俺が相手ね。よし、行け！頑張れ！次、僕の番か。頑張れ頑張れ頑張れ。頑張れ。ああ、強くなりたいよ。技レベルがアップしたよ。今度はどんな技を出すんだろう。じゃあ、次は俺の番ね。よし、行け！頑張れ！ああ、悔しい！次、僕の番か。頑張れ、頑張れ！負けちゃった。じゃあ次は俺の番ね。よし、行け！頑張れ！頑張れ！あー、負けちゃったよ。次、僕の番か。頑張れ！頑張れ！頑張れ！はあ、負けちゃった。じゃ、次は俺の番ね。いけいけいけ！よし、いけ！よし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 ！あー、悔しい！ごめん、持ってないよ。あ、俺持ってない。二人とも持ってないみたいだな。
じゃあ、俺たちも元のところへ帰るぜ。僕くん、またね。私、実家が東京にあった時はできるだけ田舎で生活したいと思ってたからここの診療所に来たんです。でも実家が盛岡の郊外に移っちゃったから一人でここに勤めている理由はもうあまりないんですよね。実家に帰られるんですか？いや、そういうわけでは。いや、安心しました。はあ、船長さんって本当に変な人ですね。はい、何とでも言ってください。ねえ、今までどこの国の夕日を撮ってきたの？世界中の夕日だよ。もう数えきれないぐらいいろんな場所で撮ったよ。どこが一番綺麗だったの？それはお世辞抜きに日本かな。日本は都会から離れるとまだまだ自然が残ってる森の国だし、四季の変化がはっきりしてるからそこら中にファンタスティックな感動があるんだよ。おや、わざわざ来てくれたんだ。ご苦労様。はあ、それにしても今日はいっぱい歩いたね。はあ、なんだか疲れて眠くなってきちゃったよ。ねえおじいちゃん、僕すごいことに気づいたんだ。え？なんじゃ、言ってごらん。前に聞いた数え年の話、あれ僕も数えたんだ。ほう。正月にも年が増えるんだったら、
僕もう18歳だから車の免許取れるんだよ。こらこら、正月に年が増えるんじゃから自分の誕生日には増えないのじゃよ。欲張っちゃいかん。
ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。よーし、入った。これは効いてるぞ。さすがのデストロイマシンも普通に顔を歪めています。今日の晩ご飯はお野菜たっぷり栄養満点のあら汁にサバの竜田揚げと絹さやの卵とじでした。ああ、今日もなんだか疲れちゃったな。ねえおばちゃん、肩叩きしてあげる。え、本当にいいの？じゃあちょっとだけお願いしようかな。その調子。ボクくん、すごい。その調子。ありがとう。じゃあ、お立ちにあげるね。わあ、10円だ。ありがとう、おばちゃん。ボクくんにちょっと叩いてもらったら、ずいぶん楽になったな。ボクちゃん、もうたっぷり泳いだ？ここの海の中、綺麗だろう。そうそう、ヨモギの葉をすりつけると
水中メガネが曇らないんだぜ。知ってた？こんばんは。こんばんは。ここの民宿、サイムの部屋は狭いけど、お風呂は広くていいよね。お兄さんの国ではこんなに広いお風呂はないの？うん。お金持ちならあるかもしれないけどね。だってこの広さなら泳げるもん。お風呂じゃなくてプールだよ。昼間暑かったね。うん、そうだね。お姉ちゃん、ところでさ、私ヨウくん家に行った時おどおどしてたかな？おどおど？なんとなくビクビクしてたかなってこと。え？どっちもなんだかよくわからないけど、どうしてそんなことを聞くの？いや、こういうことって自分ではよくわからないことだからさ。うちのお姉ちゃんとどこ行ってきたのよ。あれ、もしかして焼き餅焼いてるの？なんで光が焼き餅焼かなきゃいけないのよ。ねえ、明日はどこへ行けば面白いか占ってあげようか。じゃあ今日は5ね。1、2、3、4、5。はい、じゃあこの中から好きな数字を選んで。おすすめは夜のお姉ちゃんの部屋だってさ。あんた妙なことしちゃダメだからね。どう？参考になったかな？さてと、光のおすすめもう一回聞く？はい、じゃあこの中から好きな数字を選んで。どうでもいいけど、看護婦の渚さんが最近めっきり綺麗になったのよね。一体何が起こってるのかしら。どう？参考になったかな？さてと、光のおすすめもう一回聞く？はい、じゃあこの中から好きな数字を選んで。たまには夕方の公園にも行ってみたらどうかしら。どう？参考になったかな？さてと、光のおすすめもう一回聞く？はい、じゃあこの中から好きな数字を選んで。1号室はサイモンがいる部屋だよ。どう？参考になったかな？さてと、光のおすすめもう一回聞く？じゃあまた占ってほしくなったら声をかけてね。
Thank you.
ボクくん、絵日記書いて、おやすみなさいしましょ。うん、おばちゃん、おやすみなさい。